2ヶ月弱ぶりぐらいなんかまともに配信する気がする。ちょっとな、緊張するんだけど、逆突とテンションが、うるさいな！逆突の話はしないで！今完全に黒歴史を思い出そうとして頭抱えてる人になってる。もう恥ずかしい！やめて、本当に言わないで！ちょっと、どうも、やめて、どうもって言わないで！朝起きたらとんでもないチャットが来てて、かなたんさんから。めっちゃ急なんですが、ペコラとマリンが逆突してるので私の紹介でこの後少し行けますかみたいな。まずかなたんさんから久しぶりに連絡来たのもびっくりしたし、ペコさんとマリンさんの逆突ってもうびっくりしたよ。星川、まだ見てない人はもう見なくていいよ。だって喋れてないから星川、1ミリも。もう緊張しすぎてってやってた。もうね、無理だった。ずっと、やめて、話しかけないで、ありがとうきしょかった、うるそ。なんか、こう本当に語らせてほしいんだけど、もしか大好きなの、本当に。ペコさんもマリンさんも、てかホロライブ自体大好きで、もしかご中佐とかさ、ああいう女の子のわちわちが本当に本当に大好きなの、もうね。なんか感覚としてはアニメの中のキャラクターと急に喋れるようになったみたいな。うん、アニメの中のキャラが急に喋りかけてきて、挙句の果てには星川さんの歌枠見てますとか言われて、もうわけわかんなかった。今っていうかさっき配信でさ、ずっと前からアクタンアクタンって言ってたけどさ、逆突の時にホロライブの推し誰なのって船長に聞かれてさ、もうさ、テンパっちゃってテンパっちゃって、数秒黙っちゃったんだけど、数秒の間にめちゃくちゃいろんなこと考えたの。ハガちゃまとまつりちゃんとも仲いいし、シオンちゃんとも歌あげてるし、でもほしか本当はアクタンのことが一押しなんだけど、でもこの二人の共通の知り合いとか、あれで言ったら3期生で言ったらルシオちゃんがめちゃくちゃ好きだったな。でもこの場合マリン船長かペコラさんって言った方がいいね。船長ですってわー、無理だった、本当に無理だった。でも本当にみんな大好きなの変わりないから、もうマジで悩んだ。まあ一番はな、アクタンかな、やっぱりアクタンしか勝たん。はい、そんな感じです。ちょ、やめて、ちょ、ニヤニヤしちゃう、気持ち悪い星川、自分が今なんか突終わった後しばらくツイートできなくて、なんかもう興奮しすぎて賢者タイムになってた星川。すでに気持ち悪いから大丈夫。いや、って言うけどさ、君らも推しと話したらこんなんなるんじゃないの。ちょっと前に星川ファンとトークイベントあったけど、1対1のこんなんじゃなかった。星川と喋り終わった後さ、10分ぐらい賢者タイムなってたんじゃないので、急にあの時の会話思い出して、あー、なんであのこと言っちゃったんだろう私みたいな、なんなかった。一緒よ、だから仲間よ、バカにする権利はない君らに。そんなんなるくらいなら無理に直接話さんでええわ。そんなこと言うなよって思いたい気持ちもあるけど、それなって思う。今日実際話してみて、もうあんな恥ずかしい姿を晒すくらいなら一方的に画面越しに見てた方が良かったかもしれない。一方的にね、話さずに、そう、認知されずにっていう道もあったかもしれない。自分でアーカイブ確認した？するわけないだろお前、バカか。そんなことしたら今日配信できてないよ。人生初めての黒歴史ができました。